久保さん、すする TV にしましょうか。こちら、毎日ラーメン健康生活 <laughs>。これね、チャンネル登録がね、30万人か20万人の時だったかな、見つけたのが。まあ、気がつけば100万人いってますね <laughs>。まあ、基本的にそのラーメンを紹介するチャンネルなんですけども、まあ、あの、平均的に、えっ、ー、と、今、チャンネル登録100万、111、2万人。で、 平均は多分13、4万回は回してますね。13時間前にアップしたやつが15万回、1日前15万回、2日前19万回、3日前10万回、4日前16万回、5日前8万回、6日前14万回、7日前14万回、8日前16万回、9日前20万回。まあ平均的にまあこれ多分13万ぐらいは アベレージでで回してるんんじゃなないかなと思うんですけどつまり10万人以上の人がね日々アクセスをして見てるっていうね美味しいラーメン <laughs> ラーメン <laughs> いやこれはねまあラーメン屋さんには申し訳ないけどもまあまあこれ情報が勝ってますよねうんだって何のリスクもないわけじゃないですか YouTube ってうんんかラーメン屋ってお店の店舗が必要だし その仕入れが必要だし売れなかったらねスープ捨てないといけないし朝からね朝早く起きてスープ仕込んでも売れなかったらねそのスープを1ヶ月使うとか無理じゃないですかさすがに売れなかったら捨てないといけないだろうしでもこの「すする TV」のラーメンの動画って別に腐らないんでいつでも見れるし、うん で、いつでも儲かってる。<laughs> いつでもチャリンチャリ言うし。うん。だから、これ、ラーメンのしょ、ラーメン、やっぱ需要ありますよね。うん。まあ僕もインスタでラーメンの写真を一時期アップしてたんですけど、やっぱラーメンね、需要あるんですアクセス来るし。うん。だからまあ、まあでも逆を言うと、ラーメン屋さんがいるからこういう情報を発信できるので、ラーメン屋さんがね、一個もないと、ま、うん、あの、 今度海外とか行くとか、もしくはなんだカップラーメンとか、まあ、カップラーメンとかでも行けるかもしれないですよね。カップラーメンとかでも多分ね再生回してる人いると思うんですよね。カップカップラーメン、うんカップラーメンでも行けると思いますよ。うんカップラーメンでもあのカップラーメンの何が一番うまいのかとか、そのヒカキンもやってますね。 カップラーメン何がうまいのかヒカキンがやってますね。300万回回してます。1年前に。カップラーメンどれが一番うまいみたいな。まあカップラーメンって種類があるんでね。どれが結局うまいのとか。あとその、あのカップヌードルをその外人が食うとどんな反応なのかとか。そう。<laughs> いっぱいありますね。カップラーメンもね。はい。いってらっしゃい。